王賀の意志。これで万全だ。まだ早いし、どこかへ行く？
Look alone! Look alone! あらそいに意味はない。 私が守る。 ステージを重ねるほど最高になるんだ。 騒ぎを起こしたくはない。 この曲をあんたに。 もっと！ <笑>争いに意味はない。ランス、戦闘準備。乗ってる？ <笑>自分の意志で結末にたどり着いてみせる。
そういうことだったのね。そういうことだったのね。
こんにちは。総合館は最近たくさんの人が来館しているようですね。ベロブルグ市民の心の中の歴史と芸術に対する憧れが再び呼び覚まされたのでしょう。これもあなたの経営のおかげです。最初に非常勤の仕事を紹介したのは、ただあなたにこの仕事の楽しさを体験してもらいたかったからですが、こんなに素晴らしい才能があるとは思いませんでした。お聞きしたいのですが、この仕事は好きですか？そうでしょ？それにすごく達成感がありますよね。あ、世間話はこのくらいにして、今回あなたを探していたのは窃盗事件の進展について話したかったからなんです。ですが、まずは見せたいものがあります。私についてきてください。総合館が開放されて以来、シルバーメインと遅延は下層部で一連の捜査を行ってきました。あまり進展があったとは言えませんが、それでもいくつか新しい手がかりを手に入れることはできました。今回のことがうまくいけば、工業館も順調に一般公開できると思います。こちらです。ここに展示されていたのは、歯車と知恵と呼ばれる一点の現代彫刻でした。言葉だけでは少し抽象的かもしれませんが、できるだけわかりやすく説明しますね。その彫刻は多数の歯車と機械部品を組み合わせて作られたもので、人の背丈ほどの高さがあり、一人や二人では持ち上げられないほどの重量があります。そしてその歯車と知恵が工業館の入り口に展示されることになったのは、ベロブルグ市民の何百年もの生存、生活、そして生産を行ってきた工業精神を象徴しているからです。歯車と知恵がなければ、工業館は魂の半分を失ったと言っても過言ではないかと。一般公開するためにも絶対に彫刻を取り戻さなければなりません。どうやらまた下層部に行く必要があるようです。歯車と知恵は最初の設計から完成までに約20年の歳月を費やしています。これだけ心血が注がれた作品は絶対に取り戻さなければなりません。あなたを探しに来る前、ちょうど下層部の機械集落で窃盗団に関する手がかりが見つかったと報告がありました。それが歯車と知恵につながる手がかりかどうかは分かりませんが、調べてみる価値はあると思います。準備ができましたら一緒に機械集落に行きましょう。はい、出発しましょう。人がたくさんいますね。どこから手をつけましょうか。はい？あ、あの赤い服の女の子ですか？思い出しました。ブローニャ様の即位式典の時に上層部で会ったことがあります。私たちの調査の助けになるかは分かりませんが、知り合いには挨拶する、これは基本的なマナーですよね。お姉さん、それからペラギア・セルゲーブナお姉さん、私のフルネームを覚えているのですか？この子すごいですね。
こんにちは、クラーラさん。ここで何をしているのですか？最近集落で何かあったようなので、近くに住む皆さんに話を聞いていたんです。何かあった？詳しく説明していただけますか？最近まるで集団で故障したみたいに、集落のロボットたちの様子がおかしくなって、問題が起きたロボットたちはあちこち動き回ってテントの中に侵入したり、皆さんの持ち物を壊してしまったり、たくさんの人が被害に遭っているので困っているんです。スワローグは何回か集団スキャンをしたんですけど、故障の原因は見つかりませんでした。だからもしかするとこれはハードウェアの問題ではないのかもしれません。ふん、ロボットが集団で故障。はい、確かにあまり関係はなさそうですが、ここで見て見ぬふりはできません。せっかく仮想部まで来たのですから。クラーラさん、私たちも暴走したロボットの調査をお手伝いします。え、でもお姉さんとペラお姉さんには他に急ぎの用事があったんじゃ。気にしないでください。仮想部には他にも調査を手伝ってくれている方たちがいますので。それにもともと何の心当たりもない状態でしたから、あなたが遭遇したトラブルを解決できれば時間の無駄にもなりません。ありがとうございます。どうやって暴走したロボットに近づけばいいか悩んでたんですけど、二人がいればきっと大丈夫ですね。はい、市民の問題解決を助けるのがシルバーメインの責務ですから。クラーラさん、問題が発生したロボットを見に行きたいのですが、案内していただけますか？あ、もちろんです。ついてきてください。見た目は問題なさそうですが、もう少し近づいてみましょう。騒ぎを起こしたくはない。パッ！チャンスだよ。ふん、盛り上がってるじゃん。もっと！手の施しようがないわね。後悔しても遅い。この曲は乗ってる？ずいぶん攻撃的でしたね。この辺りのロボットは全部こうなのですか？いえ、故障が原因で。その、ごめんね。あなたは病気みたいなの。今から外装を外して検査するね。これは、このパーツ、もともとロボットについていたものじゃないみたいです。クラーラさん、そのパーツを見せてもらえますか？あ、もちろんです。間違いありません。このパーツは歯車と知恵から取り外されたものです。
火剤を盗んだ犯人たち以外、他に誰がいると思うんですか？なるほど。シルバーメインと遅延が長い時間をかけて調査しても歯車と知恵を見つけられなかった理由が分かりました。あれほど目立つ彫刻であればどこに置いても人の目についてしまう。だからずる賢い窃盗犯たちは彫刻を分解してロボットの体に埋め込むことにした。それでもこうしてボロが出てしまいましたが、おそらく彼らはパーツがロボットのシステムと反発して騒ぎになるなんて思っても見なかったのでしょう。つまりこれから挙動不審なロボットを見つけたらその体内からパーツを取り出せばいいというわけです。すみません。ですが落ち込まないでください。私とクラーラが一緒に行きますので。クラーラ、一生懸命お手伝いします。行きましょう。盗まれたパーツを取り戻さなければなりません。皆さん、故障したロボットが現れた場所は大体この方角だと言っていました。一緒に見に行きましょう、お姉さん。解き放つ反抗陽動霊落。このエリアのロボットたちは全員正常に戻ったと思います。はい、パーツもいくつか集まりました。数は多くありませんが幸先のいいスタートと言えるでしょう。はい、次のエリアに行ってみましょう。後悔しても遅い。私が守る。もっと ステージを重ねるほど最高になるんだ。ロック。このエリアの故障したロボットも正常に戻りましたが、はあ、思ったよりペースが悪いですね。このままではここで一日過ごすことになりそうです。はあ、あなたの言いたいこともわかりますが。わかりました、妥協しましょう。歯車と知恵の部品の数は驚くほど多いので、このまま探してもキリがありませんし、新たに組み立てられるだけの量を集めて足りない部分のパーツや細部は誰かに付け足してもらいましょう。
この件は絶対に秘密にしてください。クララさんも。はい、クララ絶対に秘密を守ります。いい子ですね。では次のエリアを調べに行きましょう。小さくして、大きなロボットです。ま、確かに。かわいそうなグリズリー。きっと体内にたくさんのパーツを埋め込まれたんですね。この子を調べてみましょう、お姉さん。時間がかかるので、しばらくここで自己修復させてあげましょう。これが取り出したパーツです。どうぞ、ペラお姉さん。ありがとうございます、クララさん。どれどれ。今回も数が少ないですね。これではまだまだ足りません。続けるしかないでしょう。ですが、本音を言うと私も少し疲れてきました。あの、スバローグに聞いてみるのはどうでしょうか。故障したロボット全員を集めることはできませんが、スバローグなら何かアイディアを出してくれるかもしれません。ああ、スバローグさん、そういえばまだお会いしたことがありませんでしたね。打ち解けるのはかなり難しいと聞きますが。いいえ、そんなことはありません。最近のスバローグはとっても友好的で。ついてきてください、クラーラがちゃんと説明します。クラーラ、お帰り。外から来た者も連れてきたのだな。それから資料検索中。ペラゲア・セルゲーブナ、シルバーメインの情報官、はじめまして。はじめまして、
スバローグさん。あ、クララお姉ちゃんが帰ってきた。クララお姉ちゃん、こんにちは。二人とも何か用があってスバローグに会いに来たの？この二人の子供は怪しいパーツを見つけ、それを私に届けることで賞賛と引き換えようとした。しかしこれらのパーツの出所は不明で、実用的価値がない。計算だけでは断定できない。実用的価値がないパーツ？見せていただけませんか？もちろん、好きにするといい。やっぱり、これも歯車と知恵から取り外されたパーツです。しかも、私たちが見つけた数よりはるかに多い。なんだか情けなくなりますね。妹と集落の近くで遊んでたら、大人たちがこのパーツをどうするか相談してるところを見かけたんだ。すごく変なことを話し合ってた。とにかくすごく怪しくて、人前ではできないような話ばっかだった。それで妹と近くで盗み聞きしてたら、そいつらいつの間にかグーって寝ちゃって。だから二人でパーツの入った箱をこっそりここまで持ってきて、スワローグさんに返そうと思ったの。あなたたち、なんて危険なことを。万が一その大人たちが目を覚ましていたら、一体どうなっていたと思いますか？私とお兄ちゃんはただ役に立ちたくて。あ、泣かないでください。いいですか、このパーツはスバローグさんが落としたものではありませんが、あなたたちはちゃんと役に立ちました。まだ事態の整理ができていないが、それがあなたの頼みなら。よくやった、少女よ。スバローグ、優しくなったね。本当に？僕たち役に立った？やった！これだけのパーツが集まったのなら、少なくとも歯車と知恵の大体の構造は復元できるでしょう。ただ、あの二人の子供が言っていたことが気になります。どうやらこの集落でも展示品の窃盗に関わった人物が活動しているようですね。すぐにシルバーメインと遅延に連絡して、ここを徹底的に捜査してもらいます。ですが、これ以上時間を浪費して事態を悪化させないためにも、まずは集めたパーツを博物館に持って帰りましょう。ジャッキー、聞いたか？スバローグさんがお前を褒めてくれたぞ。スバローグさんはお兄ちゃんのことも褒めてたから、私たち二人を褒めてくれたんだよ。いいか、これからもいいことを続けて、スバローグさんの最も信頼できる、あ、クラールお姉ちゃんの次に信頼してもらえる人になろう。私、これからも頑張る。
ようこそ外から来た者。何の？それはあなたが観察を経て出した結論だろうか。私の直近の各感情パラメータに変化はない。だがクラーラも同じようなことを言っていた。あなたたちの認識が一致しているのなら、それはおそらくアルゴリズムの範疇を超えた力が私の行動システムに影響しているからだろう。奇妙な感覚ではあるが悪くはない。お姉さん、それからペラお姉さん、今回は二人の役に立つことができて、それがただの偶然だったとしてもクラーラとっても嬉しかったです。最近集落の皆さんがよく笑うようになりました。クラーラもすごく幸せです。クラーラはスバローグと一緒にこの平穏を守っていきたい。そして時間があったらスバローグを上層部に連れて行ってあげたいと思います。
本当に重労働ですね。分かっていたら助っ人を呼んだのに。ですが、見てください、この完成形、なかなかのものではないでしょうか。私たちは全てのパーツを取り戻したわけではありませんので、専門家に頼んだりしたらバレてしまいますから。ですがこの出来栄えなら、設計図を片手に何十時間も見比べたりしない限り違いはわからないと思いませんか。ここまで復元できれば上出来でしょう。お見事です。歯車と知恵という目玉展示品を取り戻せましたし、これで工業館も一般公開できますね。もし今でも博物館の経営に興味があるのでしたら、もう一度エリスさんに声をかけて工業館の開放について話し合ってみてもいいかもしれません。私は引き続き他の盗難品の調査に移ります。スワローグさんの縄張りで決定的な証拠が見つかるといいのですが、なんだかもうすぐ黒幕にたどり着けるという強い予感がします。何か新しい情報が入った時はすぐにあなたにお知らせしますね。
Thank you.
そういうことだったのね。Thank you.
まだ早いし、どこかへ行く？
Thank you.